で、昨日ですね、集中審議の中で、我が党の枝野議員がですね、出した資料の中に、4年制大学に進学する方の進学率、これがですね、明確な年収ごとにですね、明らかに年収が、まあ、親の年収ですね、多い方は進学率は高いんです。で、低くなればなるほど下がっていくという、性の相関があるということ。で、逆にですね、就職される方、高校卒業してですね、これはですね、年収が、まあ、低い方の方が、やっぱりそのお子さんが就職の道を選ばれるという方が多いという、まあ、数字が出ておりました。で、それぞれですね、教育現場におられる方で、実感でいいんですけれども、我々は数字はいろんなものを見ます。ただ、その、親の所得によって、学力の差が、こう、教えててもですね、あるいはその先生方から話を聞いてても、実際差がついてきているのかどうか、で、今申し上げたような、その進学率とか、学ぶ機会のそのチャンスの平等、不平等がですね、年収によってその、差が出てきているのかどうか、まずその学力と保護者 の、 年収という関係では特にまあ首都圏では強いかもしれないですね。首都圏では私立に中学から入る率が非常に高いですから、まあ、大阪でいうと割と公立中学高校なんかは特に頑張ってますんで特にトップ層は頑張ってるんですけれども、まあ、一般的に言ったらやっぱりそれは関係はないということは無理だと思いますね。それは何をやるんでもやっぱり予算資金というのが必要ですから、それが多い方が有利というのは、それは一つの事実としてはあると思います。しかし、じゃ あ、 資金がない人はもう何もできないのかというと、だからこそ今、大阪では、まあ、全国的にですけど、高校の授業料無償化になりましたしね、公立小学校の放課後の指導であるとか、あるいは中学 で、でも放課後ないし、土曜日のということで、今、動いてますしね、小学校 の、 その、大阪市では、小学校1年生から、始業時間前だとか放課後だとか土曜日に英語も教えようということでそしたら英会話教室に行くお金がかからなくていいわけですね。だそういう施策はやっていこうと思っています。ただしこれその経済的に恵まれない人たちの中で、まあ、本当に二通りあってですね、一つは本当に何とかしなきゃいけない、層とですね、もう一つはやっぱり努力、これは保護者の方の意識も含めてですね、私はずっとアメリカにいましたけれども、アメリカでは低所得者層の方々も、いい教育はやっぱりどうしても与えたい。だから勉強することは恥ずかしいことじゃない。私は勉強するために今日は家に早く帰るんだ。小学生がそう言っても誰も冷やかさない。まあそういう空気があります。しかしやっぱりなんとなく日本ではガリ勉なんていうことがあったようにですね、勉強ばっかりやってたらダメだとか、なんか遊ばなきゃダメだとか、スポーツもやんなきゃダメだとかっていうことで、やっぱりその身を立てていくのに学問で、多くの人は特殊な才能が芸能人やスポーツ選手のようにありませんのでね、それをやっぱり勉強することが子どもの仕事だっていうことを保護者の方もやっぱり協力していただいて、それは今の環境で、私の知り合いでカンボジアでベンチャービジネスを立ち上げてる人が言ってましたけど、木の下で学校行けない子が本を読んでる、まあ、そういう気持ちをですね、やっぱり持たなきゃいけない、もう環境はあるじゃないか、なんとか教科書もあって、勉強する環境はあるのに、努力がやっぱり足りないと言わざるを得ない層も一方でいると思います。だからまあそれはちゃんとこう区別してですね、必要なところに大切な、だから本当に恵まれない人たちには必ずチャンスがあるようなふうにはしたいなというふうには思っています。